アルベルト・ルケ・マルトスは、スペイン王国カタルーニャ州、タラサ出身の元同国代表の元サッカー選手。ポジションはフォワード。カタルーニャ州バルセロナ県、タラサに生まれ、地元 FC バルセロナのサポーターとして育った、ルケは、バルサの下部組織にトライアルを経て入団し、キャリアを始めたが、トップチーム昇格を果たせず20歳にも満たない頃に、FC、バルセロナ C から放出された。 その後、1997年に RCD マヨルカ入団しすぐに RCD マヨルカ B へ送られたが、2シーズンで25得点を上げる活躍を見せると、トップチームデビューを果たした。1999から00シーズンにマラガ CF に貸し出されると、レギュラークラスとしてプレーし、マヨルカ復帰後の2000の01シーズンは9得点を上げるなどレギュラーとして活躍し、 クラブ史上初の UEFA チャンピオンズリーグ出場となる三役躍進へと導いた。2001から02シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦のハイドゥクスプリト戦でロスタイムにゴールを挙げ2試合合計2から1で本大会進出に貢献した。しかしリーグ戦の方ではチャンピオンズリーグとの両立の難しさから降格間近の危機にあったが、 ルケは14得点を挙げ一部残留に一役買った。2002年夏、遺跡金1000万ユーロでデポルティーボ・ボラ・コルーニャに、ストライカーのホセオスカル・フローレス、ローンから、出戻りのアルテル・パンディアーニと共に加入。デポルでの最初のシーズンは、古巣のマラが相手にオーバーヘッドキックで決勝点を、挙げ、アスレティック・ビルバオ戦、ラシン・サンタン・レール戦。 RCD s RC パニオール戦と次々と決勝点を上げ勝利に貢献した。2003から04シーズンは UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦のローゼンボリビー系で決勝点を決め、本大会進出へと導き、先発としての地位を確固たるものにした。また、PSV アイントホーフェン戦、ユベントス FC 戦、AC ミラン戦と重要な得点を決め、 ベスト4進出に貢献。デポールでの最後のシーズンは11得点を記録した。2005年8月26日、遺跡金1400万ユーロ5年契約で入ッするユナイテッド FC へ自身初の国外遺跡を果たした。セントジェームズパークでのマンチェスターユナイテッド FC 戦でデビューし、シュートを放つも、オフサイドなどで得点を上げることはできなかった。 次のフラム FC との試合中にハムストリングを負傷し、怪我から復帰後は、左サイドを含む、本来のポジション以外で起用されたこともあり、遺跡金に見合った活躍ができずにいた。2006年4月17日、サンダーランド AFC とのタイムウェアダービーで、相手守備陣と冷静さを欠いた GK ケルビン・デイビスをかわし、ついに遺跡後初得点を挙げた。試合後に、ルケは、 このシーズンが終わるまでの間で、さらに得点を取れることを期待したいとコメントし、負傷後にフィットネスを完全に戻す手助けをしてくれた、チームの物理療法に感謝したが、クラブを去るまでの間に、何の成果を上げることができなかった。ルケノホームでの公式戦初得点は、UEFA インターートとカップ初戦のリールストロム、SK 戦だった。10月、4から1で勝利した。 リバプール FC のリザーブチーム相手に2得点を決めた。その後、チーム内での攻撃陣の序列が下がったものの、負傷者が続出したことで、出番が回ってきた11月2日の UEFA、カップイタリアの US チッタリパレルモ戦で先発すると、ヘディングで唯一の得点を決めグレンローダー監督の起用に応えた。しかしその後は、マティパティソンのように、 リザーブとファーストチームを行き来しながら、いくつかの重要な試合に出場した。2007年1月の遺跡市場で PSV、アイントホーフェンへのローン遺跡が上がったが、後年報により取引は失敗に終わった。2007年6月23日、新監督に就任したサム・アラダイスは、ルケに対し復活する機会を与えることを意図はない、ことを明らかにした。しかし、 ルケが着用していた背番号7のエースナンバーは、新加入のジョーイ・バートンの手に渡ることは、防ぐことができず、当初は背番号がなかった。最終的に以前デポルで着用し、ニューカッスルを去った DF のタイタス・ブランブルがつけていた19番を渡された。しかし、定位置をダッシュするまでには至らなかった。2007年8月に、アヤックス・アムステルダムへ3年契約で移籍した。 9月30日、ホームで6から1と勝利した BBB フェンロー戦で2分の間に遺跡後初得点を含む2得点を決めるも、それからほどなくして試合中に負傷した。11月、K ノールト戦のハーフタイム中にロッカールームで、同僚のルイス・スアレスと口論に発展したことにより、アドリー・コスター監督は両者を後半からベンチに下げ、試合後に罰金を課した。 その後もしばらくは出場機会を得ていたが終盤はほとんど起用されなくなりマルコ・ファンバステンが新たに監督に就任してからは2008年8月7日にリザーブチーム行きを告げられるなど対談が濃厚となった。ルケ本人はフルス、RCD マイオルカへの移籍を希望したがフルスマラが CEF へレンタル移籍することとなった。2008年8月31日 2008から09、シーズンの遺跡期限終了間際に、フルスマラが CF に1年の期限で貸し出され、旧シーズンぶりに復帰した。11月30日、ホームで4から2と勝利した CA を指すな戦で、途中出場し、遺跡後発得点を決めてから、攻撃陣になくてはならない存在となり、昇格組みながら、シーズン最終日まで UEFA ヨーロッパリーグ出場権争いに、 チームを導いた。アヤックスとは2010年6月末まで契約を残していたが、マラガでのプレー続行を希望したため、シーズン終了時に、両者は契約解除を行い、2009年7月30日に、マラガへ自由移籍で加入した。シーズン前半は、新監督のフ安ンラモンロペス・ムニスの下で1ヶ月プレーできないとベンチスタートが主となり、得点数もわずか1だった。 その後、さらに1ヶ月出場できない日々が続き、3から0で勝利したらン・サンタンデール戦で84分にセルジオ・デュダに代わり久しぶりに出場した。2010から11シーズン、ジェズ・アウト・フェレーラ、さらにマヌエル・ペレグリーニと監督が交代しても状況は変わらずにいると、二千十年十二月に他の五人の選手ともに戦力外通告が言い渡され、一月四日に クラブと契約解除し退団。その後、現役を引退した。シドニーオリンピックで U-23 スペイン代表として2試合に出場し、シャビ、ガブリ、ダビド・アルベルダ、カルロス・マルチェナ、カルデス・プジョルラと共に銀メダル獲得に貢献した。RCD ・マヨルカでの活躍から、それまで A 代表に出場歴がないにもかかわらず2002フィファ。 ワールドカップのメンバー入りを果たし、2002年6月12日、3から2で勝利した、グループステージの南アフリカ戦で、初出場を記録。また、ベスト16のアイルランド戦にも出場し勝利した。2年後の UEFA ユーロ2004のメンバーに、選ばれ、0から1で敗れた、ポルトガル戦に、左 WG で出場した。2005年9月7日、2006FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のセルビア・モンテネグロ戦が最後の試合となった。ありがとうございます。